皆さんこんにちは。今回は日本のほとんどの皆さんが知らない、だけど知れば絶対見に来たくなる豪華絢爛なすごすぎるお祭りをご紹介します。魅力度ランキングでは下から2番目、だけど実は最高な私の地元佐賀の魅力を全力でお伝えしますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。犬と私と北欧暮らしの夏子です。普段は北欧で保護犬2匹とスウェーデン人夫のヨハンと暮らす生活を YouTube で動画にしているんですが、今年は特別に地元のお祭りに合わせて帰省をすることができたので、まずは皆さんに私の地元の位置関係とか街の雰囲気というところからお伝えしたいと思っています。ということで、今私がどこにいるかと言いますと、絶景です。わー、唐津市にある鏡山展望台というところに来ています。右には福岡県、目の前には玄界灘が広がっていて、この海の先には長崎県の壱岐や対馬、韓国の釜山へと続く海になっています。そしてズームして河川の河口付近に島みたいになっているところが唐津城。 Google マップを使って場所をお伝えすると、唐津市はここ、ちょうど福岡県と長崎県の間で美味しいお魚が取れる最高の場所です。そして唐津の町は玄界灘の海風から守られるように海岸沿いに松原が続くのが特徴。これは虹の松原と呼ばれていて、日本三大松原の一つに選ばれています。ちなみに今川の上を電車が通っているんですが、これは JR 筑肥線で、福岡空港駅や博多駅などがある福岡市営地下鉄と直通運転になっているので、飛行機や新幹線、バスなどで福岡まで来れれば、唐津まで乗り換えなしで電車で来ることができます。すごい、これが私の町のお城、唐津城です。綺麗。唐津の城下町一つ一つが出汁を出しているということで、今から実際にお祭りをお見せしていきたいと思います。ここが唐津駅です。じゃじゃーん、人がね結構多いですね。もう唐津くんちは毎年11月2日、3日、4日に行われる唐津神社の秋のお祭りなんですが、まずは一番見応えがあるなぁと個人的に思う2日目に行われる引き込みというイベントをお見せしたいと思います。ということで、たくさんの人が待ち構える会場に子供たちが綱を引きながらやってきました。唐津くんちでは出汁のことを引き山、もしくはシンプルに山というふうに呼ぶんですが、一番山の赤獅子が到着して会場は大盛り上がり。そうなんです、会場はまさかの砂地、そこに数トンの重さがある引き山を引っ張っていくというのがとっても豪快で、子供の時からこの瞬間が大好きでした。これからいろいろお伝えするんですが、この赤獅子、なんと200年以上前、1819年の江戸時代に作られたこのお祭りの中で一番古い引き山になります。そして間もなく緑の法被を着た子どもたちが走って会場にやってきました。引き山を引っ張っている子たちを引き子というふうに言うんですが、みんなお揃いの法被や肉襦袢、鉢巻きに腹掛けなどをつけていて、それが町ごとに違うのも唐津くんちの見どころ。赤獅子が作られた5年後、1824年に作られたこちらの青獅子は、赤獅子よりかは表情がキリッとしていて、耳がぴょんと立っているのが特徴です。
そしてお次は3番山。ここでおくんちクイズ。こちらの引き山、材料は何で作られていると思いますか？3択です。1、木。2、紙。3、陶器。正解はなんと紙。私が子供の時、紙でできていると知った時は本当に驚いたんですが、正確には100枚200枚と重ねた和紙で作られていて、その上からは漆塗りを重ね、最後に金箔や銀箔を使って仕上げられています。ちなみにこちらは1841年江戸時代に作られた亀と浦島太郎という名前の引き山。どの引き山も重さにすると2トンから4トンあると言われていて、こんな風に数百名で押したり引いたりしながら動かすのが特徴です。そして次にやってきたのは、最初の3体とはまた雰囲気が違ったこちらの引き山。しかもこれは今からバッグで入れるということで、私もどうやって入ってくるのかちょっとドキドキ。そしてこの角度から初めて見えました。兜の下に茶色い台車があるんですが、この台車の中から笛、鐘、太鼓の3つを使って三つ林が奏でられています。ということでこちらは1844年に作られた源義経の兜。ひげと顎ひげがついているのがちょっと怖いなぁと小さい時はよく思っていました。とここで唐津くんちでダントツの一番人気、5番山の鯛山の登場です。そしてここで問題。こちらの可愛いフォルムが特徴の鯛山、なんとなんと1979年、44年前に海外進出したことがあるんですが、その行き先はどこだったでしょうか。3択です。1、アメリカ。2、フランス。3、スウェーデン。さっきもお伝えしたように引き山って和紙でできているので、雨にも衝撃にももちろん弱いと思うんですが、そんな中44年前に海外に行ったことがすごいなと思います。ということで正解はフランスのニースでした。そして鯛山のもう一つすごいところは、鯛全体が上下に動くこと。そしてヒレが閉じたり開いたりパタパタするというのが躍動的で見応えがあるなと思います。そうそう、ここまで来てハッピーを着ている人たちがみんな同じこと言っているなという印象があると思うんですが、唐津くんちの掛け声は2種類。えんやーえんやーえんやーと言っているか、よいさよいさよいさと引き子たちは声を出しながら街を練り歩きます。六番山の鳳凰丸は、江戸時代以降唐津の商業の中心だった大石町から110軒のおうち377人がお金を出し合って作ったと言われていて、引き山の中では珍しく木組みも使われたとっても立派で重量も重いものとなっています。小さい時は鶏だと思っていたんですが、鳳凰はどちらかというとクジャクに似た想像上の動物とされていて、おめでたい時に出現する縁起のいい象徴とされています。
唐津くんちは毎年50万人ほどが訪れるお祭りで、それはなんと唐津の人口の4倍以上の数なんです。今回は奇跡的に一番前で見ることができているんですが、とにかく人が多いのでなかなか一番前で見るということはできないので、小さい時は他の人に押しつぶされないようにしながら人と人の隙間から引き山を見ていたなぁなんて、すごく懐かしい気持ちになりました。そしてこちらは七番山の飛竜。タイ山と同様、上下左右に大きく揺れる作りになっているんですが、前足が2本、そして大きな翼があるのが特徴です。続いてやってきたのは、私も 7,8 年ぶりに見てその豪華さに驚いた八番山の金獅子です。これぞまさしく豪華絢爛。顔全体は金箔で覆われていて、歯はなんと銀歯。唐津くんちでは多くの場合こんな感じで引き山の上に人が乗っていて、そんな彼らに先導されながら引き子たちは一生懸命縄を引きます。そして私たちは一番前に座っていたんですが、次の引き山が私たちが座っていたところに来るということで移動することになりました。ということでお次は9番山武田信玄の兜です。こちらも兜自体が前後左右に大きく揺れるので躍動感があってかっこいいんです。そしてお次は10番山上杉謙信の兜もやってきました。こちらは先ほどの武田謙信の兜に対抗して制作されたと言われていて、タイ山に引き続き1981年にアメリカのディズニーランド、1984年にはオランダのノッテルダムへ赴き日本の文化を世界に広めるという一役を担いました。今後ろの方では引き山をここにね入れるっていう作業をされているところです。すごいの、本当に迫力とか楽しいです。そして11番山通称雷光と呼ばれる引き山が会場に入ってきました。こちらの引き山はよく見ていただくと分かるんですが、目が血走っていたり表情が怖く気迫がすごいので、雷光を見ると怖くて泣いてしまうというのが小さい子どもたちのお決まり。私が大好きな玉取りという引き山が入ってこようとしています。で、ね、後ろから見たらね、玉に乗ってるっていう、可愛くない？こちらも赤獅子や青獅子、金獅子と同じ獅子ですが、でも4本足で玉に乗っているというとっても珍しいタイプ。玉取りの前足と後ろ足でガシッと踏ん張っている感じが犬っぽくて可愛いなと思っています。これで引き山は残り2台。13番山はシャチ。そう、天守閣や日本家屋の屋根の上によく乗っているあのシャチホコのシャチです。そして最後の引き山14番山の七宝丸がやってきました。こちらは1876年、明治9年に作られた一番新しい引き山で、先ほど出てきた6番山の鳳凰丸の対として作られた、その名の通り7つの宝を持っているという七宝丸。こちらも制作時に木を使っているのでとっても重く、唐津の街中を駆け回っているところを見ると本当に圧巻です。ここまで14台の引き山をご紹介しましたが、皆さんがお気に入りのものはありましたか？よかったらコメント欄で教えてくださると嬉しいです。ここで3日間続くお祭りの初日の様子を皆さんにお見せしたいんですが、まずはこちらは唐津のマップです。
引き山が街をどう巡行するのかが書いてあるんですが、この急な曲がり角のところをお見せしたいと思います。ここは巡行ルートの中で一番の見せ場と言ってもいい V 字路。そして11月2日唐津くんちの初日は宵山といって夜に始まるのが伝統。それではこの急な曲がり角をぐるっと回りますよ。そしてお次はバスセンターの前、道路を取り囲むようにたくさんの人たちが見ているんですが、弾いてる方は皆さんベテランで上手に角を曲がるので本当に見応えがあります。そしてお気づきになった方もいると思うんですが、夜のお祭りだからこそのこの提灯の明かり、お昼に見る引き山とまた違って提灯のオレンジの明かりに灯されたこの引き山たちも本当にかっこいいんです。そして和紙の上から何度も漆塗りをすることでしっかり光沢感が出て、これぞ芸術だなぁと感動してしまいます。唐津くんちでは町全体が舞台ということで、みんなそれぞれいい写真を撮ろうと頑張るんですが、一番前で見なくても引山自体が6メートルほどあるので、どこから見ていてもしっかり楽しむことができます。もちろん屋台などもたくさん出ていて、11月の九州は暑すぎず寒すぎないので時期的にも最高だなと思います。そしてお伝えし忘れていたんですが、この唐津くんちは2016年にユネスコの無形文化遺産にも登録され、素晴らしい伝統が今でも続く私の地元の自慢のお祭りです。今年は私一人での帰省になったんですが、来年はこの時期にヨハンと一緒に一時帰国できたらいいなと思ったり、いつかスウェーデンの家族にも直接唐津くんちにお見に来てほしいなと思っていて、これからも YouTube でいろんな動画作っていきたいなと思っています。この動画を作りながら調べ物をしていたんですが、日本には唐津くんちの他にもユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭りや行事は32個もあるということで、私が知らない日本の素晴らしいところがまだまだたくさんあるんだなと思ったり、スウェーデン人夫のヨハンともこれから日本全国のお祭りいろいろ行きたいねという話をしているので、皆さんの地元のお祭りだったり、これ行って感動したよというお祭りなどがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。そして唐津くんちと同じ頃、同じ佐賀県で佐賀インターナショナルバルーンフェスタというお祭りも開催されています。実は私も今年1日だけお邪魔して、そこでとっても素敵な映像を撮れたので、もしリクエストがあればそちらも動画にしたいなと思っています。12月に入りとても寒くなった地域も多いと思いますので、皆さんどうぞご自愛ください。そして今週も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。リクエストなども随時お待ちしております。ヘイドー、頑張ってー。